ルボデザインヨーライフ。渡辺タスクと浦浜ありさがお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボデザインヨーライフ。家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウェディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日お招きしているお客様はバックナンバーのボーカル、ギターの清水伊織さんです。はい、小さい頃はどんな子供、はい、お子さんでしたか？そうですね、なんか典型的なお調子者のような気がしますけどね。あ、そうですか。はい、クラスの人気者的な。そうですね、しょっちゅう変なこと言ってやりすぎて怒られてみたいな。ムードメーカーだったんですね。そしたらムードメーカーだったんですかね。あんまりそういう自覚はもちろんなかったですけど、ずっとヘラヘラしてましたけど今もあんま変わんないですけどね。後に一度あれですよね、はい、ちょっとお笑いの方向を行こうとするというか、なんか好きな女の子が、うん、そのお笑いが好きで、でなんか、まあ、僕もなんかそういうなんかヘラヘラしながら生きていけたらって、うん、まあ、そういう風に言うとちょっとお笑いの方に失礼ですけど、いやいやいや、その時はなんか目指そうかなと思ったんですけど、でもまあ好きなその女の子が、まあ、バンドやってる男の子に持ってかれちゃったんで、はい、あ、もう今度はバンドだなと思ってその流れだよ、はい、流されやすい流されやすいですね、うん、なんか多分僕の今までの人生で結構その自分の人生を左右してるのは常に女性だなって思うんで、はい、あ、じゃあその女性で言うと、はい、お母さんの、はい、こうなんか例えばいわゆる袋の味とか、はい、その、あ、そういう食べ物とかのことも含めて、はい、なんかこう覚えてることって何になりますかね。いや、もうあのすごくなんて言うんだろうな、子供のために生きるみたいな母親、強い思いをもらったなっていうのは思いますね、いろんな部分で。もうなんだろう、もういろんなエピソードがあるんですけど、まあでも最近もう帰ってなんとなくこれ食べたいなって思ってると出てくるっていうのはほんとすげえなと思いましたね。言ってないんですよ、全然言ってないのに。あ、でもこれだろうと、これが食べたいなって、これだろうと、なんかそんなことを思ってたらその日の夜そのまま出てきてっていうのがつい先日もあって。本当にすごいな、ちょっとスピリチュアルだなと思いました怖くなりました。なんかがこうね、はい、交換されてると、はい、でもだからこそなんかそういう、まあ、思いが強いとか察するとか、うん、そういう部分っていうのは、まあ、できるだけ受け継ぎたいなっていうのを思ってますけどね、今でも、はい、そうですよね。あの音楽的な目覚めはどの辺からなんですか？目覚めは、まあ、多分さっき言ったその自分の好きな女の子がバンドマンに持ってかれてっていうところが多分目覚めだと思うんですけど、それが、まあ、ちなみに何歳ぐらい？それがまあ18歳とか。それまでってそんなに音楽にこうなんかとっぷりみたいなことはあんまなかったんですか？あの好きは好きでしたね、うん、ただそのまさか自分がその後にバンドで食っていくことになるとはもう1ミリも思ってなかったんで。はい、そうか。え、どんなものを聴いてたんですか、その17、18ぐらいの頃。そうですね、いろいろ聴いてましたね。あの高校時代から20歳、20代前半にかけて青春パンクも流行ってましたし、うん、あの高校時代の後半あたりから、少しフォーキーな音楽も、ゆずさんであるとか、コブクロさんもそうですし、ジュークもそうですし、ジュークさんもそうですし、あのでもあのベックって漫画が流行って、はい、そうですね、わかりますよ、実写化されましたもんね、はいはいはい、これベックが好きすぎて。でもやっぱバンドもやりたいので、まあ、ハイスタ聴いたりとかいろんなものを聴いて、なんかでもやっぱ一番あいいなって思ったのは、やっぱその自分の気持ちを代弁してくれているような気持ちになれる音楽がやっぱずっと聴いてたものだと思いますね。やっぱ歌詞もそうやってちゃんと入ってくるみたいなものを好んで聴いてました。なるほど、メロディーも大切だけど、どちらかというとリリックが刺さる曲の方が印象に残りやすいんですね。ですね、まあ、その時に思ったのはメロディーが心を開かせてくれて言葉がそこに刺さってくるんだなっていうのはその時になんとなく思って、ああやっぱこういい音楽ってこう出なきゃなってなんとなく思ってましたけどね、はい、生意気にも、はい、なんか制作の過程のちょっとルーツが知れた感じがしますね、今のお話。
ということで今日本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまたお越しください。ありがとうございます。ありがとうございます。ボルボデザインユアライフ、今日はバックナンバーの清水いおりさんをお迎えしました。ボルボデザインユアライフ。 This program was brought to you by ボルボカージャパン。